今日もご自宅で飲んでる方も一緒に飲みましょう。お疲れ様です。はい、おお、あー、キンキンでうまい。ありがたいですね。キンキンでうまいね。すいません、注文いいですか？いいですか？モーニング、モーニングランチ、はい、メニュー、これって普通のこの中から選ぶっていう感じですね。そうですね、はい、で、ご飯と味噌汁と天空です、うん、はい、いいですね。酒飲みに人気のメニューはどれになりますか？肉豆腐です。やっぱり食べたいなと思ってたんです。じゃあ肉豆腐、いい、ね、肉豆腑一つと、お姉さんの個人的にこれいいよっていうのは、ホルモン炒め。ホルモン炒め、あ、そうなんや、野菜炒めみたいになってるんで、つまみながら、はい、飲むっていうのができるんで。なるほど。じゃあお姉さんのおすすめにしようかな。はい、ホルモン炒めと、ホルモン炒め、はい、肉豆腐のモーニングランチメニューをください、はい。で、ドリンクは、じゃあハイボールと、私はワンコ炭酸割り、はい、ください。はい、ご飯とお味噌汁はお付けして大丈夫ですか？お願いします。一回味噌汁休憩やのね、リセットしてね。ありやな、うん、また飲めるっていうね。そういうことです。メニューも多いね。多い、モーニングでもありランチでもあり、すごい ね、まあ、時間が11時から15時、はい、はい、まさかに、ありがとうございます。ありがとうございます。もはやシャリシャリ。よし、もはやほんまやね、凍ってるぐらいの、すごい、ね、お店が全部カウンターだけなんや、ここは。うん、カウンターの L 字型、うん、でさ、後ろとかさ、背景とかさ、うん、もう何これ、もうポスターだらけ、すごいね。ここなんかアメ村みたいな感覚なんかな。店名もめっちゃ書いてあるし、店名八福寺、あ、ほんまや、ドドンとナンバープレートでもないけど、なんだこれは、うん、うわあ、めっちゃボリューミー、すごい、ありがとうございます。おいかった、すごい、すごい、わあ、湯気、このセットで800円、いい、安い、うん、これは安い。だってこのボリューム、一番人気メニューです。おお、このお鍋で来ると思ってなかった。大きいね、やっぱり量が、うん、すごいな。ペント。わあ、めっちゃ美味しそうやな。これはすごいね。いただきます。乾杯じゃない？あ、乾杯まだしてんかったっけ？乾杯じゃない？あ、乾杯まだしてんかったっけ？してないじゃない？あ、なんかしたよな。したっけ？したした。あ、いや、やりました、やりました。やったか、やった、やった。すいませんでした。一応やっときます、もう一回。今日もご自宅で飲んでる方も一緒に飲みましょう。お疲れ様です。はい、ただいま。揚げさんとわかめの入ってる味噌汁、うん、うん、わ、落ち着くわ。うん、優しい味やな。野菜もしっかり入ってる、もやしとキャベツとホルモンと、うん、しっかり入ってるな、多いな。うん、うん、おいしい、うん、おいご飯で、わかる、うん、ちょっとだけ甘辛い、うん、後からピリッとくる感じ、うん、幸せ。なんか米とおかずと、ね、うん、お酒ってなんかいいやって感じやった、うんうんうん、お肉の量もすごくない？いや、私思った、ね、まだまだあった。すくてもすくても肉や。これが何が入ってるの、うん、玉ねぎ、玉ねぎと牛肉と、玉ねぎ、牛肉、豆腐。いただきます。召し上がろう。ナンバーワンの理由がわかるわ。うん、これさ、うん、
パレードご飯行けちゃうやん、うん、テイクアウトして明日も食べたい。でもお母さん、もうお母さん、お母さん、パウンドご飯が最高すぎて、最高すぎるやん。何してんの本当、悪い子ね。こう言ってバウンドしちゃって、こう言ってドーンと、あーいいわ、うん、おいご飯、あー幸せ。ちょっと一味で味変したいな。一味美味しいよね。一味、甘辛いタレでこの一味をいいですね。はい、パンさんは欲しい。欲しい、欲しい、お願いします。いいね、いいね。でまた一味かけるとさ、うん、一気にお酒に合うようになるわけ。そうそうそう、ご飯にも合うけどさ、一味マジックね。ありがとう、ほんまやん、一味マジック。マジック、あ、肉豆腐で牛丼になっちゃったわ。一味いるな、うん、一味いるな。これでも女の子二人でさ、うん、ランチ行こうって言ってここ置けへんかもしれない。いや、おしゃれよ、うん、逆にね、酒飲みランチは八福神さん、うん、で、お酒もあって、うん、新しいよね、うん、肉豆腐のさ、うん、汁で飲めてまうな。ほんまに、ほんまそれ。ちょっとなんかお出汁の秘訣とかちょっとありますか？あ、ないです。もうずっと継ぎ足しで。あ、継ぎ足し。それでこんな濃厚な。めっちゃ美味しい。野菜炒めもですか？野菜炒めは違います。でもこのタレは自家製のタレで。めっちゃ美味しい。毎回作ってます。作ってるんですか？子供食堂とか、ね、いろんな活動されてて。やってます。ね、まあ、月1回、第4日曜日、子供食堂をやってます。ご飯無料で、はい。無料で食べに。親子さんも一緒に無料で。子供が巻き込まれるその事故をなくそうみたいなんで、うん、みんな顔見知りになろうよみたいな感じなんです。あ、それがテーマで。遅くに自転車乗って一人とかで行ったら、うん、その声かけできるじゃないですか、走ってたら、ね、あ、どこ行くの、そうです、うん、昼間とかにね、うん、学校あるのに、うんうん、こんな時間学校はとかね、何してんのみたいな、聞けるから。あ、ずっとやってるんで、その時当時小学生だった子がもう高校生とかになって成長してる、成長見守ってるんですね。子供食堂生きてた子が、うん、子供できて生まれたからって思ったりとか、もう母になっちゃった、普通に飲みに来てくれたりとか、今後も長くやっていく感じですかね。そうです、話が聞けましたね。まあ、子供たちも食べる味っていうことですよ、うんうん、母さんで会ってたんやん、うん、まや家みたいやなで会ってたんやん、西成の実家や。また帰ってこよう、すぐ、ね、すぐ帰ってこよう。今回お世話になったのは JR 新今宮駅西出口を出て横断歩道を渡り左へ、そのままずっと歩いていくと右側にあるのがこちら、飲みどころ八福神さん。フードもドリンクも豊富なメニューで、11時から15時までのモーニングランチはドリンク、味噌汁、ご飯もセットでボリューム満点。第4日曜日には子ども食堂も行っている地域に根付いたアットホームなお店になっています。こうやってさ、西成の町のイメージって、うん、みんなもいろいろ思う、いろんなイメージあると思うけど、昔からのイメージとかね、こうやって町ぐるみでさ、うん、子ども食堂をやって、うん、子どもみんなで見守るっていう、うん、なんか温かい活動、うん、活動地域でもあるんやなっていうのはすごい発見やったね、うんうんうん、その日曜日のね、子ども食堂とかさ、うん、ちょっとお邪魔したりもしたいよね、うんうんみんな食べてるみたいなね、うん、でまたいつか私らがね、うん、なんかできた時連れてきてもいいしな。お母さんらここでロケしとったやで。お酒飲んだやで、うん、ちょっと今日は意外なお店で、うん、意外なお話を聞いて、ね、うん、なんかちょっと新しい感じ変わったかも、うんうん、いや、よかった、ご飯も美味しかったしな、うん、秒でなくなるわ今やで。まだそれこそ5年後10年後来て、うん、子供食堂頑張ってますって聞きたいね、うんうんうん、私らの成長を見てもらって、うん、な、タルで飲んでるかもな。ボロックで持ってこいよ。現役や言ってるかもな。怖い怖い、私らもな、そっちに成長してんのや。あかんな。